ずかしい。この年にもなって子供っぽいよね。私らしいって、私が子供っぽい女の子みたいじゃん。ねえねえ、せっかくだからその石を家まで蹴っていこうよ。難しいね。昔はこういうことやって遊んだよね。あ、覚えてたんだ。このくらいはね。いくら私でもそこまで子供っぽいことはしないから。私は良太郎さんに比べれば子供っぽいですよーと。白いところだけを歩く、黒いところは地獄だから踏んじゃダメ、なんて言ってたよね。あれって誰が言い出したんだっけ。実際に踏んでも何が起こるわけでもないのに、すごいショックだったな。だって地獄なんだよ。地獄に落ちるのは誰だって嫌でしょ。え？あれ？私そんなことしてたっけ？良太郎さんの覚え違いだよ。きっとそう。地獄を渡り切ったね。そういえば良太郎さん、雨の日のルールは覚えてる？
れもまるで意味がわからないね。長靴なんて履かなくなっちゃったもんね。そもそも雨の日には外に出なくなっちゃった。濡れるの嫌だし、髪の毛とかも崩れるし。するやつ。私はできないな。あんまりはしゃいでるところ見られたくないし。はたから見たら変な子だよ。私、昔に戻るのは嫌だもん。する気持ちも間違いじゃなかったと思いたいっていうか、あの頃があったから私は良太郎さんと付き合えたのかもね。昔に戻るのは兄弟じゃなくて恋人がいいから。